ははいこんにちは4月19日です今回は夫が勤める会社の倒産のアップデートとその他近況報告です最近単発でいただいたお仕事がすごく長尺なのとあと子どものおことのイベントが土日どちらも入っているので忙しくしていますが毎日少なくとも1回は動画をアップするのを習慣にしているので。 おそらく超短い雑談にお付き合いいただけましたら幸いです。ではまずは99セントオンリーストアについての報告第5弾です。前回第4弾でロサンゼルスとかとロサンゼルス軍が支援を発表した話をしたかと思います。それが実現するのが思ったよりもずっと早くて昨日 4月18日にもともと99セントオンリーの本社だったコマースっていう町のビルで失業保険の申請の方法とかあとは再就職支援のリソースの説明とその後ジョブフェアが開催されました次にせっかく所有していたコマースの本社ビルを売り払って引っ越していった タスティンというところにある現本社そちらでも来週の火曜日に同じような説明会とジョブフェアが予定されています昨日のコマースの方に夫が参加したんですがちゃんとスーツで言ったら採用する側だと思われたみたいですで参加者は思ったよりも少なくて30名程度本社にはウェアハウスが併設されているので ウェアハウス関連の求人が多かったそうですで、ウェアハウスの人がメインだったみたいなのでいろんな説明はスペイン語が多かったようです夫は以前自分の部署があった部屋を見に行ったらしいんですよねそしたらあるはずの冷蔵庫とか空気清浄機が消えていたそうです生産を一任されているヒルコっていう会社がまだインベントリーはしていないので まあ誰かが持ち去ったということになります。内部の犯行かよってちょっと思いましたけど、ここはアメリカです。あんまり驚いていません。で夫は来週火曜日のタスティンでのイベントにも参加する予定です。すでに六十二歳なので、思っているような仕事がなくても気にやむなってもう何度も言っています。ダメなら。 家から歩いていけるスーパーでストッカーとして働いたっていいかもしれないなんかもうとにかく人とこう何かをするのが好きな人なのでそういう環境で働ければなだっていいんだと思うんですよねでもメイン集の投資物件を売る準備をする方が再就職よりも現実的だと思いますああと多分第4弾で リースしている店舗で水が止められた話ってしましたよね。第3弾かもしれない。でいくつかの店舗には4月のリースを支払うことにしたそうです。<laughs> でも3月のリース誰にも払ってないんですよ。で、夫とそのチームは店舗のリースを管理しているのでもう怒り狂った大家さんの相手をしなければならず楽しくない仕事だと思います。でも皆さん粛々と働いていらっしゃいます。 うちに比較的近いレイクウッドっていうところにある99セントオンリーストアの前を今週の月曜日に通りかかったんですけどその時にはすでにフォーリース賃貸募集っていう看板が立っていました次の話題昨日ですよね多分 UCLA でのブルーインデーっていうイベントの短い動画をアップしましたもうすっごい綺麗な広大なキャンパスで で結構ね上り下りが多くて学生はそれでも自転車は使わずもうほぼ徒歩だそうです。一つ残念といえば残念だったのはライブでも話したと思いますけど、まあ、動画の中にも映像が入っていますが大学の偉い人とかあと現役の学生がスピーチをしている時にパレスチナ解放を訴える活動家たちが ーー人数で会,会場に入ってきてきスピーカーでわわ叫んでどちらの言い分も聞き取れなかったことですフリーダム・オブ・スピーチを尊重してって言ってましたけど活動家たちをつままみ出すことはありませんでしたでも大学側のスピーチの人たちも活動家たちもどちらも譲らずにわわしゃべり続けた結果 どちらの話も全く理解できなかったのでああなるんだったら活動家たちに喋らせて自主的に出ていった後静かになってからスピーチしてもよかったのかもしれないです子どもたちも何にも分からなかったって言ってましたもう,もう大きな音が重なって一個も聞き取れないみたいな感じでその活動家の彼らが去った後 大学の、まあ、学長は結構全部邪魔入らず喋れたんですよねその後の大学側の2人の人たちがもう一度スピーチし直していましたで数は少なかったものの活動家たちに対するブーイングがあったことにうちの子どもたちは不快感を覚えていました イランがイスラエルを攻撃した直後だったから活動家が登場してきたんだろうなと推測していますがうんなんか体育館で叫ぶのがベストだったのか私にはわからないです活動そのものは否定はしませんが時と場所は失敗だったかな私だったら外のみんなが通らないと移動できないところで騒ぐかも で来週には、うん、UC デイビスのアニマルサイエンスと UCLA のマリンバイオロジーのどちらを選ぶのか、うん、うちの子供がどこに進学するのか皆さんにもご報告できそうです。もう一つ UCLA といえばうちの下の子供の高校で UCLA に合格した子が、まあ、他にもいるんですね。でもその一人が うっかり先生の一人にチャット GPT でエッセイを書いたって言ってしまったらしいんですよねでその生徒は普段からまあカンニングとかいろいろズルをする子,達だった子だったみたいでその先生が UCLA に連絡して大学の願書申請書のエッセイはチャット GPT で書きましたって言いつけちゃったみたいで合格は取り下げられてしまいました先生怖いですよね <laughs> で明日は柏市とトーランスの姉妹都市の文化祭でおことあさっては OC ジャパンフェアでおこともう子供のおことの需要が思いのほかあってよかったですで先日行った着物フェアで買った髪飾りを今回はつけて参加するそうです明日はいつもの時間にライブをさせていただく予定ですがお題は特にありませんでもなんかこう 喋ってるうちに皆さんがコメントをしてくださってどんどん話は転がっていくので大丈夫かなと思っています。というわけで短いですが今回のアップデートはこれでおしまいです。Stay safe, stay